ーはあるけど、業務スーパーはある。業務した。業務スーパーはすごい。学生、この女の子ちゃんとヘルメット。ヘル中だ。ヘル中って。ヘルメット中学生。ヘル中。ああ、そういうことか。ヘル中なんすね、三島。ちゃんとね。素晴らしい。すごい、ありそうってくれ。ワンパクでもいい。ワンパクでもいい。たくましく育ってほしい。そういうことです。うん。健康が一番。いやー、わんぱくやめたほうがいいよ。わんぱくにもね、ジャンルと程度ってもんがありますね。ほどがあるからね、うん、ちゃんと動いてる、うん、あ、動いてる、うん、ちなみに、はい、俗称はま、あ、もうさすがに見てないか、ん、俗称はさ、はい、くら寿司、くら寿司のさ、はい、ほら、あの、鬼滅のコラボのバッジね、バッジとか、マーレとか、あれが欲しいっつって言っててさ、はい、6月いくつまでやってるっつってたけど、はい、もうゲットしたのかね。6月からやってるやつですか。あ、ね、だからこの間言ってたやつ、5月からやってて、あれは俺があげました。あ、で、揃ったんだ。じゃあ、あの推しも、推しのやつ俺がピンポイントであげたから、他は知らないですけど、 あれだよね、天元さんだよね。天元さんじゃないです。あ、え、天元さんに推し、あれ天元さん、あれ天元さんが、あれ、そっか、二押しか。うん、あ、俺天元さんが一押しだと思ってた。あ、違う違う、そうか、忍さんが一押しか。そうですよ。あ、そうか、今見てたら助走つけてグーで行かれますよ。ま、マジか。今学生がさ横断歩道途中まで渡ってさ、赤になっちゃって、やっべやっべって今戻ってったっていう、すごい微笑ましい絵が目の前で行われて、ちゃんと戻れて偉い。そう、ちゃんと戻れてんのがすごい。あ、戻れてるっていうかね、道間違えたな、あいつ。他の子供たちが、あの、違うルートに行こうとして待ってて、お前そっちじゃねえよみたいになって、で、やっべやっべって戻す。ほっこり。うん。江戸さん。はい。パラノマサイト。あ、はい。ニンテンドースイッチ版スマートフォン。出た。40% オフです、今。いや、もう持ってんじゃん。もう持ってんじゃん、俺ら。クリアしたじゃん、皆さんよろしくお願いします。超面白かったでしょ。名作でしたね。本当面白かった。いやー、面白かった。あのさ、あの、眠って、哀れになっちゃうから、まあでも、もう今見てる人は、あのさ、はい、最後の最後のさ、あれを入れるところの、ああ、はいはい、うん、俺最初さ、あれあれでもこれって、うん、あれを入れればいい、あ、でもいや違うのかなと思って、はいはい、そう、ほんでなんかミオちゃんとかを適当に入れて、ああ、なるほど、そうそうそう、はい、でも、あ、でも違うもんな、どう考えても、いや、でもやっぱそういうことっつって、うんうん、俺最初なんて入れたっけみたいになってあ、そうだったっすね。そうそうそう。忘れちゃったんだ、あれ。そうそう。あれ、俺なんで最初何みたいな。そう、適当に、うん、そんな重要なもんだと思わずに、うん、おー、煽っていく。元気、お元気。うん、バカですね。今、煽られる理由はよくわからなかった。まあ、ゆっくり走ったからでしょ。うん。いろいろ気をつけて走っただけなんだけどね、今。はい。はい。ジョバニーがちょっと、あの、はい、コミに行くそうです。そうです。うなぎ、すごかった。あ、そうですね、うなぎ食べてました、ね、すごいうなぎでした、うん、いいうなぎでした。なんて言うんでしょうね、ミホロブルボンです。出た。あのね、くどくないの。やっぱ濃い味なんですけどね、うん、なんて言うんですかね、そう、味は濃い味なんで、明らかにね、うん、なんですけど、うん、余韻、いい余韻しか残らないですよね。そうそうそう、くどさがない。うん、だからなんかすげえ食べやすい。でした。うん、香ばしいんだけど、多分そう、まあ、僕は運動してることもあって、やっぱり食う量が増えて、うん、だいぶデブなんですけど、うん、いや、その筋肉の部分でね、いや、うん、食えましたね、特。ああ、いやー、いや、あの、いやー、いけるんすよ、いけるんすけど、まあまあまあ、いけるけどね、いけるけど、うん、この後 VR やりますって言われたら、うん、多分、うん、その VR 中に俺が陸に上げられたうなぎみたいな、うん、そうそう、その通り、ビチビチになる、ビチビチ、ビチビチ動けないかも、もう無理、もう無理っす。だって徳な重は、はい、あれですよ、米2合か 2.5 合ぐらい入ってて、うん、で、その上に2尾乗ってるわけ。2尾か、2尾は、2尾もそうだけど、米食いきれんよね。ああ いくら米好きの江戸さんという。ああ、そう、俺家でさ、米炊くじゃん、で、はい、さっきちょっと途中だったんだけど、美味しいさ、はい、おかずができた時ってさ、米が進むじゃん。そうですね、で、米泥棒です、ね、誤ってさ、誤って、3合いつも炊くわけ。大体ね。ああ、3合炊いて。炊いて、3回に分けて、1合ずつ食べるみたいな。1合でも十分多いんだけど、大体はね。うん、まあ普通に考えたら。普通に考えたらね。1合食うなって話なんだよ、1回で。そうですね。そうなんだけど。ごめん、かっこ3合って書いてある。そうだ。そう、それで、
ちょっとおかずが欲しかった時に、はい、1号よりちょっと食べちゃうわけよ。やってますね。だからやっぱ米がほんと好きすぎて。やってますね。米太りなんですよね。ほんとに。米か。米が好き。とにかく米が好き。血糖値とか大丈夫ですか？一応、その、血液検査とか、はいはい、何その糖尿病の検査とかじゃないんだけど、はいはい、他のアレルギーとかのやつで検査はそうやるから、で、それの数値を見ると、はい、一応、そこ糖尿とかは大丈夫なんだけどっていう。ただ、ちょっと血が濃いから、はいはい、ちょっと水すごい多く飲んで、ちょっと薄める努力はしないとあれだねっていうのと、その、中性脂肪。中性脂肪ですね。うん。とか、その皮下脂肪のやつとかも、はいはい、内臓脂肪か。うん。とかがやっぱ、若干やっぱ上がってきてるから、若干。うん、そう。ちょっと気をつけてるっていう。あの、ダメとは言われてない。あ、一応。まだ基準号。まだ、そう。うん、まあ、高いのは間違いないから、うん、だから、そう、できるだけ気をつけてね、とは言われてる。なんか、ジョバンにいろいろ買ってっけど。え？なんだろう、わからん。結構、カゴ持ってますね。なんだろうね。うん。なんか、大人買いしようとしてる？わからん。わかんない。多分、ジョバンでも、あんまこう、うん、そういう、なんか、オタク的な買いあさりはしないっすよね。いや、そうでもないよ。マジですか？なんかたまにね、うん、すげえなんか買うときある。え、何買うの？ガンダム？わかんないけど。ガンダムはでも買わない。バトペ？バトペも買わない。闇の、闇だから。ガリカちゃん。うん、なんだ、なんかね、わかんないな。なんか、あ、これ買うんだ、みたいなときたまにあるよ。うん。ああ、なんか、不正解となっちゃうな。うん。こないだカードすごかったね。何ですか？ああ、そう。なんか誕生日でポケカのボックスを買って。みんなそんなポケカやってるけど、そんな面白いのポケカって。いや、まあやれば面白いと思うよ。まあ TCG はね、うん。そうそうそう。俺はやってないからわかんないけど、でも、まあ面白いんだろうなとは思う。うん。僕もこの前なんか友達からあれですね。あ、まあ友達とか、あの、普通に同業の人から。うん。もちさん今度は。ワンピースカード用意する。あ、出た出た出た。そうよ。今やった方がいいっすと、うん。ワンピースカードに、うん、何買い取りのやつがすごい高いのがつくのが増えてるんだよ。あ、そういうことなんですね。うん、なるほど、ね。それもある。ポケカこの間公式大会で、うん、ジャッジが決勝の最後で、はいはい、このカードを使った時に、うん、現在の手札が7枚になるように引くっていうカードを使ったの。はいはいはい。で、それをジャッジが見逃して7枚引いちゃったの。手札が1枚ある状態で。じゃあ1枚多いですね。1枚多いじゃん、はい、でその状態で次のターンになって、自分の次のターンに来てトップカードを引いて、それが決勝の決め手で優勝してしまったの。え、だからあ、これ多分、はい、あ、そういうこと。ジョバニさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、これであれば、まだこれはありません。だから日本カードの話は大丈夫ですよ。それを、うん、そう、 ありがとうございます。それは、はいはい、その生放送やってたから、はいはい、生放送のコメントでバーって流れてたんだよ、はいはいはい、今の7枚引いたろっつって、はいはい、うん、なんだけど、そう、7枚になるように引くの効果をジャッジが見逃してしまっているから7枚引くになっちゃった、はい、そうそうそう、だそれはね、それ大炎上でしたね。それはやばいっすね、うん、で、それでやっぱり、うん、その勝った人、うん、勝った、まあ、その、なんか小学生なのか中学生なのかわかんないけど、うん、が不正だみたいなこと言われちゃって。不正ではないんだよ。そうですね、うん、ミスですからね。そうだから本当に、まあ、決勝という場だし、うん、多分緊張もするだろうし、うん、もうまあ通常の時だったら、まあ、7枚引くじゃなくて7枚になるようにちゃんとね、そう、6枚しか引かないってやったのかもしれないけど、でもそれでなんか叩かれるその人がかわいそうっていうか、なんかちょっと違いますね。でしょ、それジャッジがいけないじゃん、うん、てかジャッジいて、うんうん、その状態でやって、うん、通っちゃうんだったら、うん、罰されるべきはジャッジなんですよね。そうそうそう、だってジャッジいる意味ねえんだから、うん、じゃあ俺もね今そう、セガのジャッジ石原が頭なんだジャッジ2人いたらしいんだ、やっぱ決勝大会です。え、うん、それで2人とも見逃したの。そう、それは選手じゃなくない、うん、でしょ。それはだから見てさ、え、だって、うん、ジャッジって仕事としてやってるわけですよね。そう、ボランティアじゃないですよね。あ、ボランティアでもダメなんだけど。うん。ポケカやりますポケカやりますって言われた。ポケカパックいっぱい今、スタジオ持ってきましたよ。ああ、じゃあ、後で一個もらうわ。いろんな色があるんで。色が、ああ、そっかそっか。何が何かわかんないですね。全然今。じゃあなんか一通りください。もうさ、ポケモンスリープやってるけどさ、わかんねえもん。なんか、
出てくるポケモンが、はいはい、うん、俺もワンピースカードを勧められて、うんうん、なんかデッキのそのじゃやっぱじゃ色のジャンルあるじゃないですか、うんうん、この色はこういう感じみたいな、うん、俺やろう、なんか俺がやるならって思ったやっぱデッキがね、うん、主人なんかリーダーカードみたいなの出るんですよね、そのワンピースで。ああ、はいはい、そのこいつも例えばルフィがみたいなね、うん、みたいなやるんですけど、うん、俺やるとしたらもうあれでしたもんね、うん、あの最初に出てきたなんだっけ、うん、あのメガネこうやってクイッてやるやつ、レイリー、レイリーじゃなくて、えアルビダ、アルビダじゃない、アルビダじゃないあのおじいちゃんでしょ、あの手ぶ、いや手袋に詰め、あのなんか剣でついてるあのコビーコビーキャプテンクロー、それ多分キャプテンクロー、クロー、うん、そうそう、あれあれあれ、なるほどね、そうで、やっぱりなんかそういう、うん、なんかうんうん、すごい人気があるっていう感じのキャラじゃないんだなって思っちゃった、ね、はいはい、あ、それはリーダーにできるんだ、そうです、あ、できるの、リーダーカードみたいなのがいっぱい、なんか、リーダー専用カードみたいなのがあるんですよね、あ、その中にいるのね、その子が、その中にいるんですよ、あ、なるほどね、でも俺それが強そうだなっていうか、好みな、好みのジャンルだな、はいはいはい、はい、あれだ、某ホビージャパンのクラッシャー、はい、クラッシャークラッシャーみたいに、ええ、ザ・クラッシャーみたいに、ええ、あれだ、あのハンデスばっか好きじゃないんだ、うん、あの人ハンデス好きでしたっけ、あの人超ハンデスマンよ、そうかそうか、うん、どのゲームでも、てかこの前ツイートでもハンデスがうんぬんみたいな話したな、うん、そうそう、久しぶりにハンデスしたいみたいな、そう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 、あの人超ハンデスマンだから、そうか、うん、もう人の一番嫌がれるハンデスマンだからクラッシャーはハンドだけじゃないですかね、うん、トロフィーとかもトロフィーよね、クラッシュしてしまったからね、懐かしい話ですよ、10年以上前の話、すごいよね、伝説になったから面白いね、伝説のクラッシュですから、そうそうそう、優勝して速攻ぶっ壊す、ちょうどその人は今日小田原向かいますのツイートなぜかパボってくれましたねちょくちょくやっぱね見ててくれる、そうそうそう、うん、いやちょっとね MTG はなさすがに重いからな、まあやるとなるとやっぱ、うん、時間とお金のリソースが結構ね、うん、食いますからね、てかまあカードゲーム系はもう全部そうだね、やっぱ俺もあの、うん、ラスクロの企画の時までずっとやってたからな、うんうんうん、そうそうそう、そう桃太郎侍さんとかにいろいろ触って、桃太郎はね手抜かないからさ、本当に何度ぶん殴ってやろうと思ったお前さみたいな、イベント来て俺をボコボコにして帰ってくのやめろやっつって、うん、でもみんなやっぱボコボコにするために来てる人もいる、そうそうよ、そういうことよ、あの時はもう体験会、新しい診断パックが出て、ええ、そう、それでそう、あの江戸踏みをボコボコにして帰っていくっていうラスクロ、うん、懐かしいですね、あれもうほんと大変だったな、面白かったけどね、オセロテデッキ作ってたな、出た、懐かしいな、あ、出た出た、みりんさんが好きなアリオン、はい、アリオンね、アリオンデッキ、はい、うん、白、そうそうそう、じゃあ青かな、青、白アリオンかな、そうそうそう、あいつ、なんだっけ、あの人、あのロリコン、ロリコンじゃねえ、ロリキャラ、なんだっけ、ミーリン、七月、ミーリン、違う、七月を、なんか、ロリコンじゃない、ロリコンじゃない、本人がロリなだけ、うん、そう、を出して、うん、オーラ、あー懐かしいな、オーラ、全員にオーラがつくのかな、はいはいはい、そう、はい、それで、要するに貫通で、そう、ぶん殴るみたいな、うん、あれはアリオン揃えてたね、確かに、うん、俺はオセロで語り神でしたね、俺結構オレンジ系のパワーが好きだったから、そうですね、あー、そうね、あれだった、あとは、でも紫も結構好きだったよ、紫、あー、うん、でもやっぱ火力高い系っすよね、うん、そうね、紫速攻火力みたいな、うん、うん、ゴズオムって色的になんだっけ、前色で、前色で、うん、多色デッキですね、ゴズオムにムルイリとエクスカリバーも出してくれてますもうロマンデッキではあれですよね、一撃殺すみたいな、懐かしいな、勝率高かったですね、おーカウムで、カウムがいた、あ、出たカウム、オレンジカウムね、オレンジカウム、面白かったかな、ラスコラ、ラスコラはね、難しかったけど、面白かったですよ、やっぱり、ただ難易度すげえ高い、いやずっと糖分取ってましたね、うん、やりながら、あれはねやっぱ時代っていうあれがあるだけで全然難しい、時代の概念が、だってカードがさ同じカードで2枚あるようなもんだから、あれって時代の効果があるからさ、うん、全部覚えてらんないですもんね、ほんとそうだよ、それをだって診断が出てさ1週間以内にさ大会やりますっつって、
そう発売してすぐの時にね体験会イベント出ますとかね、で1週間前ぐらいにさ、はい、3パック 3箱ずつ送られてくるわけ、はい、そうですよね、うん、で俺とフミチに送られてきてさ、それぞれ分けてさ、あ 3箱じゃねえや、それぞれの一つのデッキに入れられるのが確か3枚までだから、それを、はい、かけるに、かけるにってことじゃない、ね、どうだっけななんか、でもとにかく、うん、その一通りのやつ ×3×3 ぐらいな感じでも送られてきてみたいな、タバが、そうでパックで送られてくんじゃなくて、はいはい、そう、うん、そのまま、まとめてね、白は白のまとめたものっていうので送られてきてっつって、でその中からそうデッキ組んでさ、全部見てさ、で何ビルドしますか、そうどういうっていうことは、今回はこれがメインになるっていうことだから、じゃあこれ入れなきゃいけないよねみたいな感じで全部組んでって、はいはい、うん、いやそれはねすごいかったですね、楽しい悲鳴ですね、そうね、仕事としてはあんな面白いことはないですね、なかなかね、ゲームのあれの中でもまあ大変ですよ、うん、すごい大変だったけど、まあ大変、若かったからできた、今できない絶対できない、コメント、うん、コメント多分大丈夫、あ見えてる、うん、雑な開封放送やってました、え何が雑な開封放送もやってましたねって、いつ、あそれ、あそのラスクの時、そう雑なことやってたか分かんない、覚えてない開封放送自体はやったと思うけど、言うてラスクのだから7年前とかもっとじゃない、もっと前だし、7年前は逆に俺がやってたの、あたりか、あれあれってさ、はい、新スタジオになってからもやってたんだっけ、俺が大会出たのが新スタジオ入ってからやったか覚えてないな、新スタジオ入ってからは、うん、逆になんか俺担当みたいになってた、あそうだっけ、なんかそんな気はする、でなんか、うん、逆に俺がホビージャパンさん行ったりとかしてた、ああはいはい、あれかも、あ確かに新スタジオになってからもやってるわ、なぜかっていうと、はい、部屋に、あの部屋にラスクロのツアーを、はいはい、全国ツアーで、はいはい、つつ裏裏行ってた時の後、うんうん、その引っ越し前後がそこに被ってるから、そうだ、うん、だからやってるのは間違いないね、うん、あそうだそうだ、うん、そうだ、そうだわそれで、いまだにスタジオにあるけど、はい、要するに今までその時に使ったカードが、うん、ダンボール3箱分ぐらいあんのよ今ですか、うん、ぐちゃぐちゃになって、じゃあ折れてるとかじゃないけど、じゃあそれに1枚1枚サインをして江戸さんがプレゼントということで、ホビージャパンさんに怒られた、ホビージャパンさんに怒られないけどいる多分欲しいか欲しくないかで言えば欲しい人意外といると思う、ああそうかな、あのなんかもうスタジオにじゃあ来てもらった人につかみ取りしてもらって、はい、カードぐちゃぐちゃじゃないですか、カードいや使う、まあ別に自分で使うむだから、ほら折らないようにやってもらってね、うん、そう何そうホビージャパンさんから出てたアマデウスっていう TRPG がありまして、トップバリューのそうめんの話、違います、アマデウス、うん、アマデウス、アマデウスって名前のそうめんあんすかないですね、いかちい名前のそうめんあんな俺それでラズーかなんかの声やったんだよな、あーなんかあった、それ見た、ラズーの声やってた、やった、そううん、じゃあこれをモチーフさんに言うと ラズーやんすかっつってやってたやってた、全破壊やつね、自分ラズーいいっすかみたいな、ああやりましたね、うん、あ全破壊じゃないか、ラズーは、ラズー白のドラゴンだよね、そう、うん、なんかやった記憶ありますね、ラズーあったね、なんか確かにあの時何個かやってたよね、やりましたやりました、うん、ラズーと、うん、あとあの診断のラスクロに出てた、うんうんうん、あの青の海賊のやつか、あー楽な、絵だけ出てくる、絵だけ出てくる、何もが出てこない、やったりとか、うん、分かる分かりましたね、うん、懐かしい、あとなんかイカ土の神の、うん、なんか土の神なんだっけ、やってた気がする、わかんない、イカズチの神、イカズチのなんか強いカード、イエルズじゃないよね、イエルズだって、イ
あれイエルズだっけ、あれイエルズやったっけ、わかんない。イエルズはラックさんのカードね、ラックさんが書いてる。そうですよね、うん、あの雷という、雷というか竜騎士的なあれの、あれそれもやったかもしれない、うん、あの紫のカードやったかもしれない、うん、なんかここやってた気がする。何種類かモッチやったなっていうのはそう知ってて、うん、やらしました。なんか恐れ多いガチカードやらしやることになったなと思って練習しました。懐かしいですね。なんかさ、はい、そのなんつうの、まあ俺も言うて役者やってたわけじゃん、ええ、でさ昔の自分を見れる、うん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 、聞ける。そうですね辛いよねやっぱその最近のやつだったらまだいいんですけど、あそうそうそう、うん、結構やっぱその、うん、言い方あれですけど、うん、無駄に歴だけ伸びてきちゃったせいで急に、うん、それこそ7年前、うん、8年前とか、うん、下手したら10年前ぐらいの仕事が、うん、いきなりネット上にボロンって出てきたりとか、あの、うん、まあ、配信してるじゃないですか、うんうんうん、配信してる中で、まあ、なんか子さんからずっと見てくださってる方が、うん、これよろしくなみたいな急にリンク貼られて、うんうん、見たら、うん、おやめろーみたいなこんな、うん、俺の配信なんてほとんど30過ぎのおっさんしか見てないこの配信にあの、分かる人しか分かんないですけど、うん、TL 系のリンクを貼るんじゃないっつってそういうことね、はい、TL っていうのはティーンズラブっていうじゃないですか、うんうん、まあ、詳しくは見ないでいただきたい昔やったダミーヘッドマイクの TL コンテンツを急に買ってきて、きついわーやらーっやったことありましたね。なんかもう変な体のゾワゾワ感っていうか、なんかそうなんですよね、その、うんうん、いや、あの、うん、自分の仕事が、うん、あの、いや、うん、ダメだったとかそういう話じゃないんですよ。その時の全力やってるんで、うん、そうだね、やってるんですよ、ね、やってるんですけど、うん、取り直したい気持ちにはなりますよね。そう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 、今ならこうできたっていう、今ならこうやるみたいなのがね、やっぱすごい、その時にしかできない芝居、そう、今の自分じゃできない芝居をやってるのももちろんあるんですけど、そうそうそう、今じゃなきゃできない芝居ももちろんあるわけで、うん、それを踏まえた上での脳みそがやっぱ今自分の中で構築されてるから、うんうんうん、あーってなる時ありますね。あの本当に過去の自分のとこにこう、そ、過去の自分になるじゃなくての前に出てこうじゃないっていうのを言いたくなるよね。うん、なんか演技指導をしたくなる、うん、特にもう俺なんて、うん、ほら鼻の手術とかして、ああはいはい、結局声の出し方から結構変わってる。ああなるほどね、実はね、うんうんうん、っていうのも踏まえて、うん、ああああああの結果顔なしになるそうだね、いやありますね。じゃあ本当に恐れ自分の、そう、その時の全力ではあるんだけど、結局そう、やってる時は毎回全力でやってるし、その時のベストを尽くしてる気はあるんですけど、そうそうそう、ただやっぱり100万回やったら100万回見て、うん、うん、これはこれで OK、うん、もう言うことないですっていう時はないですないですね、ないです、うん、自己否定の声が鳴りやまないことはないです、うん、それは間違いないまあ、僕はそもそもそのネガティブ思考っていうのもあるとは思うんですけど、うん、あれなんですかね、いわゆる自分大好きタイプはないんですかね、うん、こういうこと。ね、どう、みんなどうなんですかね、わかんない。それこそ、そのすごい超有名声優さんとか俳優さんとかって、うん、なんかそこの違いって、はい、ね、ある意味その変わってないっていうのかな、はいはい、その例えば5年前のこの人の演技を見ても、うん、同じだなって思える。いや、その、うん、安定感すごい人は どうなってんだろうなって思いますね。もう自分の中 その答えが構築されてて、はい、それを当てはめていくみたいな感じだと思うから、うん、だからただその僕もその、うん、結果徐々にそういうものが組み上がってはきているわけですよ、うん、自分の中でその歴も、うんうん、そうだよね、うん、だからといってできるもんじゃないでしょって思っちゃうんですけどね、僕は。いや、ここが才能の差なのかもしれないね。才能か経験値か、何か体の構造的なものなのか、まあ、気づきとかなんかね。そう、結局さ、うん、なんだろう、なんだろうな、わしです
もっち、今はちょっと俺分かんないけど、はい、前の時の、その要するにあったと当時のモッチを見てて俺が演技的な意味で思ってたのは、はいはいはい、あ、この子は器用貧乏だなとは思ってたの、うんうんうん、一定の、うん、まあ、割とやっぱいるんだけど、うん、俺もほら役者ね、仲間いっぱいいたから、うん、75点の人がいっぱいいるわけ、うん、で、75点の人って、うん、大体何でもできんだよ。どの役でもとりあえずそつなくこなせますみたいな、うんうんうん、だけど120点取れない、あー、なるほど、うん、っていう人たちだな、の一人だなって思ったね。うん、それは、うん、芝居の話ではないんですけど、うんうん、自分はその、うん、ある程度何でも説明書を見れば、うんうん、説明書に書いてあるラインのことはできるシーンがあったんですけど、その中で自分で言えなかったのは芝居だったんですけどね。もうそれ置いて、まあまあまあ、うん、でもそれはあります、うん、その舞台とかでもやっぱり、うん、ぶっちゃけ振られる役の幅は、うん、広めではあるとは思うんですよね、うんうんうん、合う合わない役ってのはもちろんあるけどね。そうそうそう、そう、でこの間それこそさ、ね、その夏にまた舞台やるじゃないですか。あ、ありますあります。あれのね、この間のやつ、うん、そう、とうとうの東京タワーのやつ、はい、うん、あれの役とは、役はすごい最近の中で一番合ってるなと思って、はい、うん、あれはね、持っている手札を、うん、とりあえず右から順番に使ってって、うんうんうん、稽古で試してってやった感もありましたね、うんうんうん、あのね、いい意味でよ、はい、うわ、すっごい綺麗な夕日、いい意味ですげえうさんくさかったわけ。あれはもうね、うん、うさんくささを、うん、そのうさんくささを、うん、それこそ今日のうなぎみたいな話ですけど、うん、くどくなく全面に押し出すラインってなんだろうなっていうのを やっぱ追求しましたね。そうそう、だからね、すごい合ってて、あんま枠下ててもパワー型になっちゃうし、うん、パワー型になっちゃうと絶対これイメージ的に違うし、あの役ってね、そう、やっぱり見てる人をうまく騙さなきゃいけない役だから、はい、そう、だからそれがすごいマッチしてたなと思って。あとやっぱり意味わかんないことを意味を分からせようと思って喋っちゃいけないんだなっていうのがあの役の学びでした。はいはい、そうね。なんかわかんないけど感覚的には、うん、なんか、あの、感覚的には分かったぜ、みたいな。大体ルールは分かったぜって頭の中で思わせたら勝ちみたいな。うん、そうね。あの、で、オタクな人、言い方あれですけど、うんうんうん、セリフ全てを分かりたいオタクな人は、うん、ちゃんと聞けば分かる、ね、はいはい、けど、うん、そういう人たちは、うん、ほっといても聞いてくれるんで、うん、聞いてくれるね。そう、あの、自らね、そういうこと、取りに行くからね。そういうことです、うん、そういう人たちじゃなくても、うん、聞いてなくても大体なんか概要言いたい言わんとしていることの雰囲気は伝わったっていう状況の説得力って、うんうん、そのままうさんくささにつながるのかなっていうところが、いや、やっぱ楽しんでやってましたね、結構して。あれはだから、なんだろうね、あの、ここがヤクルさんの、やっぱ何個も見てるけどさ、見させてもらってるけど、結構、いや、面白かったわね、単純にね。うん、あの作品はやっぱやってたの楽しかったですか。まあ、ただ舞台はね、大変じゃん。やっぱね、その、もういろいろ大変だからさ。あれなんですよね、まず一番言いたいことはですね、今風の言葉使いますけど、うん、タイパが悪い。そうよ、うん、ひどい、うん、びっくりするぐらい悪いよ、はい、うん、まあ、うん、だからタイパが悪いってことはコスパも悪いんですよね。いや、そうだよ、もちろん。コスパなんてもうなんか商業にすると、うん、ね、そう、すごいよ本当に。やってたらやっぱやってる側も楽しいし、うん、その舞台でしか、うん、投げられないものもあるし、うん、舞台でしか受け取ってもらえないものめっちゃあるんですけど、うん、まあ、うん、まあ、もうね、コスパタイパが悪いよ、あれも本当に。な、あのね、このタイミングで繋がってない。あ、まあ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 大丈夫だと思います。すごいさ、なんつうのかな、まあ俺の時の時代の舞台と今のってまたちょっと違うかんないけど、作り方だったりとか、その制作がどうとかの話も違うとは思うんだけど、でもやっぱ小劇場のってもう本当に時間かかってるでしょ。あ、まあある意味、ある意味言い方悪いんだけど、ボランティアじゃん結局。そのなんですよね、その、うん、それで飯を食うとなると、うんうん、
本当になんていうか、うん、今の小劇場とかの人たちが、うん、あれで飯を食える段階までお金をやるっていう話になってくると、うん、マジでチケット1枚なんぼになるんやろなって、うん、そう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 って話になるし、うん、でチケットも今高いじゃん。高いっす。小劇場でもその値段すんだみたいな、うん、でタイプで、うん、コスパ悪いから、うん、そうそうそう で赤字なんででしょ。俺がさ、それこそさ、20代の時に舞台やってた時なんかさ、はい、あれよ、チケット1枚さ、2000円とかだよ。だから、もうそんなんじゃ、うん、今だと絶対無理じゃん。今やってたらもう、ボランティアですよ。でしょ、本当にボランティアとこじゃないじゃん、ええ、お金払うから芝居させてくれみたいなそう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 、うん、でも結局、でもじゃあ演技の経験値どこで手に入れるのってなった時の、はい、場所がそこだからっていう話になっちゃうから、うんいやそこは難しいとこだよね。いやだから、うん、闇ですよね、うん、闇っていう言い方もあるんだけど、まあ闇の部分もあるよね、やっぱりそれは、うん、そこはだからそれ俗に言うなんか、うんうん、好きじゃなきゃやってられないっていうところもそうですし、そうそうそうやりがい搾取搾取じゃないんだけど、なんていうんですかね、うん、その、うん、趣味のラインで終わらせられないと、うん、その先の道は茨、うん、しかないよ、ね、そうそう茨の先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 に青い鳥がいるかもしれないみたいな食ってくって考えた時はそうね、うん、本当にそれはそう。これ社内だけど僕らにコメントは見えてるのかな。僕らには見えてる。もっちゃんも見えてる。見えてるよ、うん、あの全部じゃないかもしれないです。あ途中でチャットが出たり、うん、俺はねあの残念ながら運転してるから、はい、コメントは見れないんだけど、もっちは一応ガスに見てます、うん、チャットチャンネルがなんか繋がったり消えたりしてるんで、そうそうそう、ちょっと山を登ってるんで、その間に来てるチャットに関しては見えてないのかな、うん、かもしれないですね、うん、いやだからね、いやほんでも面白いんで、やっぱ役者だからさ、そうなんですよね、その演技をしてね、実際その本番があってって、はい、あの緊張感とさ、高揚感はさ、あそこでしか味わえないから、でやっぱ見に来てくれた人の目の前でその感情の投げつけ合いをするから、うん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 、やってる側は楽しいし、やってる側が楽しいだけなのかなって心配しちゃうんですけど、うん、いざやるとやっぱりその、うん、すごく熱い感想をいただけたりとかするんで、そうね、うん、そのやっているものに対して、うん、その疑う余地はないんですけど、うん、ただ僕らも霞を食って生きてるわけじゃないですか、ね、そうそうそう、うん、無尽蔵にねお金が湧いててるんだったらいいけど、そうだから飯を食う心配がないんだったら、うん、家帰ってねボタンを押せばいつでもご飯が出てくるんだったらいいんですけど、ご飯と交通費が出てくるんだったら、そう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 、そうじゃないからね、そういうわけにもいかないんで、あてかまあいかんせん東京がやっぱり生きるのに金がかかりすぎますよね。東京高え。東京です。高え。クソ高え。びっくりする。アホか。本当に思うよ。あのね、うん、本当に思う、うんうん、にもかかわらず東京に人が偏りすぎなんですよ、うん、そう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 、あのね東京という名のやっぱね、うん、アリ地獄です。うん、それはね間違いない。東京砂漠です。砂漠なのかな、もうなんか懐かしいな東京砂漠。東京砂漠、この CM の歌知ってる人何いるんやろ意外と。あなたがいれば懐かしい懐かしい意外と NCC の視聴者の人は知ってる人が、あもちろんもう年齢層で言ったらね、そうですよね、うん、イオンコートプラスの CM 知ってる人だ。本当だよ、イオンコート出たあれもっちゃんあれは知ってるかな、あのなんだっけあれ、毒消しはいらんかね。あ、さすがに知らない、さすがに知らないミネラル麦、あ、それそれ、ミネラル麦ちゃんの歌も知ってる。それそれの中の毒消しはいらんかね。見たことあっかな俺、うん、だいぶ古い。そうだろ、だいぶ古い。え、ジョバニさん酔ってる。ジョバニだったらもう死んでる。もう死んでる。うなぎ食ったし、うなぎ食ったし、うなぎ食ったし死んでます。お、今は会社なんて、あ、本当にあなたがいれば。そうそうそう、昔の、いやだからさ、はい、ちょうどつい本当に 2,3 日前にも確かディスコードかなんかで俺が言ってたんだけど、あ、もっちゃいが知ってる理由は、うん、あれですね、うちにある親父の趣味のベータのビデオテープですね。ああ、なるほどね。だから それでうちもともと、VHS とベータの、うん、テープで、うん、あれ、うん、うるせえやつらとか、おラム2分の1とか、その辺の何があったんで、なるほどね。そこで俺は見てる知識ですね。そういうことか。そうそうそう、みんな何それって言ってますよ。
絶対嘘、嘘、あ、わかんない、まあ、30代はちょっとさすがにわかんないんだけど、40代はわかるだろ。ライオンに頭をかじられた人。え、誰？あれ、え、ムツゴロウさんの話？ああ、わかんない。ムツゴロウさんさ、確か、あれライオンだっけ？なんかにさ、はい、噛まれ、かじられたの。あ、タスマニアデビルだっけ？なんか、なんか、どれだっけ、ライオンかタスマニアデビルに噛まれた時だけ、はい、すげえ真顔になった事件があって。ああ、寝る寝る寝るね。ああ、それね。あと、なんだっけ、その、リゲインの CM のさ、24時間戦えますかみたいなさ、はい、ビジネス。まあ、そう、あれ、あれがさ、はい、今流せないじゃん。うん、だから無事点で、そうそうそう、昭和とかの時代だから流せたけど、はい、うん、そんなふざけんなっていう CM になっちゃうから今だと、はいはいはい、うん、CM で言うとこの前20代と30代のこの隔ての中で30代だけ盛り上がった CM ありましたね、うん、じゃろ、頑張って頑張って仕事、それね、うん、あれそれ系が今無理だからな、あれ、確か99年生まれの人が見てて、ああ、なるほど、まあ、それを横で見てて、うんうん、何してんすかって結構マジ飛んでました。